えー、こんにちは、えー、山本啓司と申します。えー、普段は、えー、文章を書いたり、えー、絵画をしたり、えー、しております。でね、えー、と僕は、えー、奈良に住んでいて奈良のものが好きなので、えー、奈良のものをご紹介したいと思います。以前もね、あのちょっと動画でご紹介したんですけど多分ね、やっぱり。 本当実物を見ないと良さって伝わらないと思うんですね。奈良の時計です。僕、これ、秒針だけを青にしてもらいました。松原製作所え株式会社ルノータスという名前で製作されています。ちょっとね、マイクがないと音も入らないし。 えとちょっと僕 YouTuber でも何でもないのでそういう設備も持ってないのでスマホすら持ってませんからえまあこういう形になるんですけどえっとストラップはね僕も引き通し使うんですよっていうのはあの金属アレルギーがあってでこれもクロノワールドさんがカナダに行った時代ですよねあの皆さん時計雑誌で ヨネさんって言って、国際線のパイロットされてた方、昔ウォッチャー55とか読んでたらよく出てらっしゃったんですけど、あの方もね、クロノワールドでよく買いましょうって、偽物が混じってるからなんておっしゃってましたよね。懐かしいですね。で、この時計にえと42ミ、mm、リあって、まあまあ大きいです。 交通なので、ただあの、えーまあ、便利ですよねで。二重気圧防水。でえー、厳密には ISO、えー、に、えー、準拠したダイバーズではないので、えーまあ、あのシュノーケリングぐらいまでしか対応はできませんが、まあ、ボンベを背負って、えー、と潜る。 アクアラングのダイビングコンピューター使いますよね、普通ね。うん。僕、そんな高級時計をつけて潜ってる人見たことないです。はい。えーと、こんな形の時計です。で、えっと、この画面に映ってる、もうほんと100倍は綺麗です。で、特に僕がびっくりしたのは、本当は裏蓋開けちゃいけないんですけど、 興味があってねちょっと重たいんですよ。見たら、松原製作所っていうまあルノータスさんのえ元会社ですね。はえーまあケースとか作ってるんですよね。だからあのスペーサーもえーと金属なんです。で、値段の価格帯がハイライン、アッパークラスは10万円ぐらいしますけれど。 えっと普通に売ってる時計は2万円から4万円の間です2万から4万って言ったらえっとまあお小遣いとしてはすごいよ高いお金だと僕は思いますでもえっと2万から4万円でセイコーさんやえっとシチズンさんやえオリエントさんでやカシオさんで時計を買ったとして 中はえっとプラスチックだだららけけでですすこれ中鉄だらけです中は鉄ねあのシチズンのミオタを使ってるのではいあの修理もできますしえっともう松原製作所さんの方針ルノータスさんの方針でもうえっと基本まあえっと機械式はオーバーホールっていうよりもムーブメント交換した方が安いっていうか考え方でされているようです。 で機械式なんですけど、えっと、この、ノモスとフレデリック・コンスタント、懐かしいですね。雑貨屋周りで、えぇ、3、4万で売ってましたよね。ノモスって昔、あの、ここオーストリッチでしたよね。ご存知でしたか。えっと、この分厚さはね、身唄の、あの、 ムーブメントのせいなんですけどえーとパーツをちょっえーと号なんだちょっと品番忘れたんですけれどもえーとムーブメントのパーツを一部変えてハックもついてるしえと精度はプラス10からマイナス10に調整していますっていう風に書かれてるんですけど僕あの3日間まるつけて、えー プラス1秒でしたとパワーマティックやとケニッシュのと調整したムーブメント並みに本当にあのすごいなと思いましたでそのねいろんな考え方があるのでと僕は奈良が好きなんで皆さんこういった奈良の時計を楽しんでほしいなって思ってますとメイドイン奈良ってかっこよくないですか、えっと そのムーブメントはね別のとこで作ってて主にケースやスペーサーを奈良で作ってるっていう形にはなるんですけれども針や文字盤もまた違うところからで作られてるとは思うんですがえそれを鑑みてもえほとんど奈良で作ってるっていうでえっと他に奈良のえと名産って名 皆さんあまり知らないと思うんですけれどもえと最近あのオーシャンズの初代編集長星葉さんがえとオリエンタルシューズっていう奈良の靴メーカーもうい僕の家のすぐ近くなんですけどねあのまあ日本で数少ないえワンストップで靴を作れる メーカーカだっていうふうにご紹介されてましたけどえと奈良と、まあ、東北は、えー、とその垂直型っていうかワンストップで作ってますで東京は分業化してますスイスの時計方式みたいに車みたいにでえっ、ー、と本当にあの奈良の靴っていい,い,いものですし、えー、と日本人 の足東洋人の足に合いますしで高くてもまあ高いやつだったら10万とかするんですけど6万円ぐらいで舶来の,の何十万もするような靴以上のものが手に入るので本当にあのそれもおすすめですあと,えと奈良の高陵町には靴下の町です。 で皆さんがえ何気に靴下屋とかありましたよね。でそんなところで飼ってる靴下っていうのはえと実は奈良のものだったりします。他にねえと奈良の名物っていえば一軸とか柿とかえ柿の葉寿司かあとなんだザクロにえちょっと思いつかないですけど和菓子や日本食もえ奈良の発祥です。 っていうのはね奈良っていうのは、えー、千まあ千何百年大和の国でしたずーっと大和の国でしたでえー、だからねいろんなこう日本の文化が発祥していった場所なので、えー、とぜひ奈良に興味を持って、えー、ち,ょちょっと奈良を愛してみませんか っていうお話ですはいえー、っと時計を中心にしたのは男性がねやっぱり腕時計好きな方多いじゃないですかでえー、っと本当にあのその実物がねなかなか見れないんですけど実物はものすごくあの高級感あるんでえー、っとそんなにあの 二次流通でも回ってないでしょ他のえと国産を歌った国産じゃないやつの時計とかじゃなくてねえっとあの本当にいいものを作ってると思うのであのぜひ試してください。奈良の靴下履いてください。奈良の靴を履いてください。そうですねかわ瓦とかも奈良ですね。 五福はちなみに大阪の池田市ですね。クレハって言います。はい、以上です。えー刑事からでした。はい失礼します。あこれ聞かないんだ。